はい、お疲れ様です。ホープです。久々にドッカンバトル、ドラゴンボールドッカンバトルをやっていきたいと思います。またロビンボーナスなどで流石が、今114個あります。で、いよいよですね、3周年記念のダブルドッカンフェス、3月6日までなので、今回、流石50個で10連なので、20連ですね。このチャンスが最後かなと思います。で、その前に3周年記念チケットガシャ、ちょっと今回はですね、シングルガシャでめんどくさいですが、ちょっとワンチャン既存の LR キャラ狙って回していきたいと思います。SR 以上は確定しているので、どうでしょうね。1回に1回ぐらい SSR が来れば嬉しいんですが、今回シングルで引いていこうと思ったのが、なんか割とシングル打者で、良い結果というか、LR に覚醒できるキャラを、当ててる人が多いというような話を聞いたので、ちょっと真似してみようかなと。ところは何の気配もないんですが、あと32回。SSR 自体が全く出ないですね。左サタン。
むしろ何も出ないんじゃないですかね。シングルの方が。さら連続ガシャに、切り替えられないですからね。このあたり意地ですね。渋いですね。ここまで何にも出ないもんですかね。17号出すぎですね。戻ってなんとなく押し直し、流れが悪いっすね。こんな出ないもんですか。
33枚ぐらいあったので、17枚ぐらい、17連で SSR 0。ワンチャンお願いします。そうな気配ですね。スーパーサイズになってしまった。17号。ついに残り10枚。これボックス整理が大変ですね。この1枚も出ないで終わってしまう可能性がありますね。
あと5連。3連して SSR0、 普通にいつも通り10連でやっていった方が良かったですね。まあ結果論ですけどね。まあこれはこれから回す LR に覚醒できる持続性デジットが出る前振りだと信じたいですね。では、20連やっていきたいと思います。これが、今回3月6日までということなので、今回の20連がラストかと思います。魔人ブー純粋、地属性ですね。これは持ってないので嬉しいですが、10連回していきたいと思います。お、確定で1枚が出ます。なるほど、属属性スーパーベジット、2枚目ですね。
おー、本当に前振り。3周年記念チケット会社で SSR が一番打てなかったのは、このための前振りでしたね。おー、すごい。おー、嬉しい。耐属性の LR5 ジータも出たし、これで地属性の LR ベジットに覚醒できるカードも出ました。マジか。すごい。これは嬉しいですね。ちょっと正直3周年記念チケットガチャで SSR が一番出なかったんで、テンション落ちてましたけど。いやー、本当に前振りでしたね、あれ。いやー、こんなことあるんだ。おー、ついでに、スーパーサイヤ人2ベジータ、即属性ですね。おー。ピックアップのマジンベジータ、新カードですね。力属性。これは2枚目ですね。1、2、3、4、4枚目効いてっすね。一応、小麦。間違いないですね。これは、あと、でも、ボックス整理が大変ですけど、いやー、でも嬉しいですね。一応、耐属性の、LR5 ジータに覚醒できるキャラが、そうか、もう UR に。そうなんですよね。今、ギニー特選隊のイベントが始まってまして、これがかなりめんどくさいんですよね。月から金まで、まあ、ギニー特選隊の各メンバー、ジース、リクイムたち、曜日ごとに、入手できるカードが違ってくるんですけど、そのワンキャラ、1キャラを100%、潜在能力解放しないといけないんですね。ヤフーニュースで、羽生選手の国民栄誉賞だそうです。まあ、すごかったですからね。ということで、まあ、ギニー特選隊、それぞれを100%潜在能力解放した上で、必殺技レベルをマックスにしなきゃいけないと。まあ、どちらにしても潜在能力100%解放するためには、必殺技レベル10までにしないと右下が解放できないので。で、これがドロップカードなので、しかも SSR。まあ、普通のイベントの SSR よりは落ちやすいんですが、まあめんどくさいですよね。1キャラ4ルート解放するのに4枚。で、最初の1枚で5枚で、まあ、ルート解放しますよね。で、レベル上げるのに9枚必要なわけですね。で、5枚ずつ9枚に14枚。かける5人ですよね。まあ、気が遠くなるというかめんどくさいんですよね。しかも曜日によってちょっとできない日があったりするんで、それが厄介というか、グルドと、バータかないないですからね、まだ。多分期間は決まってなかったと思うんで、期間決まってたらやってられないですけど。そうそうそう。耐属性の、
LR コジータに、覚醒できるキャラ、これが、90連目で出たのかな。で、今回の地属性 LR デジットに覚醒できるキャラが何十連だろう、そんなに回してないはずなんですよね。まあ動画を振り返ればわかるんですけど、30とか40連ぐらいじゃないですかね。結構早めに出てくれましたね。嬉しいですね。まあ、メダル集めがそこそこ大変ではあるんですけど、という感じでダブルドッカンフェス無事、LR ゴジータ、LR デジット両方とも手に入れて終わることができました。いやー、よかったです。ちょっと降臨場所までは手が回らないので、また機会があればって感じですね。それでは今回はこの辺で失礼いたします。